それでは学士のじいさんに会いに行きましょう。あ、でもモンスターがいるって言ってたな。まだいるんかい、まだいるんかい。まあいいわ、妖精の剣の餌食にしてくれる。まあ、妖精の剣買ったものの、買ったもののよ、使わないっていう。まあボス戦で発揮するから、それこそスカラだよね、え、強いから。で単体の攻撃も上がってるはずだから。宝箱ないね。ウィース、ウィース。稲妻、稲妻、てしけ、てしけ、遅いのよ。どさくさに紛れて言っときゃいいのよ。お、飽きた、メラミ、ナイス。メラミ、どうよ、これ。5で覚えるんだ。まあでもそうだよね、強いもんメラミは。やっぱり単体で、単体に大ダメージっていうのはね、やっぱりいいのよ。ただ稲妻、稲妻ですよ今は。いや、そうだけども、それも正しいけども、けども正しいけども、そう、まあ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 、峰打ち、そうなんだけども、なんだけども、なんだよ。お、これメラミ行っちゃうんだろうな。いやでも3体いるから、3体、お、そうね、3体いるから。よし、ナイス。よーし、気持ちいい。8A、8B とか、もうよくわかんなくなっちゃうやつ。よし。これはでも、あ、いないと。意外といなかったですね。もう薬草使っていくか。よし、さあ、いよいよ本番ですと。おったれどれ、そろそろ始まる頃じゃな。何が、いやいやいや、おいじいさん、俺も楽しませてくれ、一緒に楽しませてくれ。おや、あんたたちはどっかで会ったような気が。あのだるかったやつですよ、邪魔したやつですよ。ま、この大陸の人間は皆この塔に集めたのじゃから、会ったことがあるのも当然か。え、無理やり去ってきてあんなところに閉じ込めたことは悪かったと思っている。しかし説明しているだけの時間はなかったんじゃ。何の時間かじゃと。ふむ、もう間もなく始まるはずじゃが。とうとう来たか。見ておれ、今から何が起きるかを。え、あ、これは石になっちまう、石になっちまうやつだ。なるほど、グラコス、グラってる、こすってる、こすりすぎだろう。なんでお前レギュラー入りしてんだよ。あー、水没。あ、これで島がなくなるのか。これそういうことかいな。だ、これもう中、もうグラコスが結構もう上に上来てるな。村が、町が沈んでいく。わし、あ、トゥーラ来た、トゥーラ。占いも得意でな、
いくらか先のことは予知できるのじゃと。キーファのどこよ。そしてこの力を魔物たちに苦しめられて使う誓いを立てている。この部屋、あ、そうか、トゥーラか、これ。ははははは。一体何なんだ、この揺れと音は、と。なんだこりゃ、海が迫ってくると。ここは大丈夫じゃよ、と。ハーメリアの見張り台だ。町が水に沈んでる。おいじじい、これもてめえの仕業か。だったら許さねえぞ。いやいや、違うんす、と。いや、グラコスだ。これは海の魔人グラコスの仕業ですよ。いにしえの都市が滅んだ時と同じで、この大陸を海中に沈めるつもりなんだ。まずいな。予想以上に水の勢いが強い。このままではこの通りも持たんかもしれん。グラコスやっちゃいますよ、グラコス。忘れていた。地震の始まるちょっと前に、男どもの何人かが帰ると言って塔を降りていっちまったんだ。危ないからと止めたんだが、聞く耳持たずで、あいつらは無事だろうか。いや、無事なわけがなかろう。何バカな。やばい。ごめん、開けちゃった。ごめんなさい。黙ってよ、これは。黙ってよ、これは。これす、この人、トゥーラってキーファのさ、あいつもう名前忘れちったよ、さすがに。さすがに忘れたわ。会ってんだよ、一回な。遠い昔。ほらほら、トゥーラの引き手。一人一族を離れたのじゃ、と。はあはあ、超えるものじゃった。力もない。あんたたちに託したいのじゃ。うん、はいはいはい。そうっす、そうっす。ほらー、ほらー。あいつもう名前忘れちゃったよ。あいつだよ。頼みたいんじゃ。わしの力を、オッケー、任しとけ。この塔の下の階で小舟を用意しておいたと。万が一ってどういうことだよ。おお、持ってるけど、ね、大丈夫よ。任しとけ。小舟に乗ってグラコスに会いに行くと。ここ開けていいのかな。開けちゃったけど、扉開けちゃって男ども、何人かやっちゃいましたけども、ここね、すいませんと。水はどこまで来てんのよと。スライムちゃんいるね。あそこが小舟のとこでいいのかな。あんなとこなかったよね。これが、ああ、小舟だと。あ、船がある。船がある。おお。なんかいろいろ。街入れんの？なんか意味あるのこれ。そう。ああ、まあ、わかるわけねえもんなとか。一応情報がいろいろあると。ああ、見張り台。いや、みんな大丈夫よ。みんな大丈夫よ。大丈夫。石板があると。あ、出ちゃった。面白いね。ハーメリアで、ここはフズか。敵出るの？まあ、そうか。海だからな。うわ、すげえ雲。雲がすごい。あ、やべ、攻撃しちゃったね。もうテッシーは全員攻撃じゃないから気をつけんと。これが
上、あ、いるいるいる。超運悪い。ここは教会はもう入れないと。どうやっていく？こっちから上、こっから上行けんのかな？敵は弱いんすよね。まあ、マリベルとガボが稲妻でやってくれるから。こっちか、あ、行けそうですね。多分すぐそこがグラコスの館だと思うんで、ここか。あ、違うか。あれ、水底に旅の扉。いや、違うな。どこ行きゃいいんだ。旅の扉入っちゃうと多分戻っちゃうので、いや、足はどこ行きゃいいの。いや、敵これ、トヘロスないかね。聖水か。聖水は持ってたよね、いくつかね。こんな雑魚ども倒して全然経験値、おお、沈んじゃうなんて気が重いわね。見に行ったんだけども、聖水3つある。どこ行けばいいの。見に行ったんだけども、ここかな。特になんもないんですよね。聖水効き目バッチリですね。あとなんもないんですよ。特にない。ないっすね。いや、またドラクエ7、これわからんよ。旅の扉でいいのかな。ほら、金と何もないっていう。腕のあざが熱くなり、ここに来て腕のあざ、すごい。このイベント、ヒント、ノーヒントですから。全部普通じゃないよ、全部変よ。何よこれ、と。もうすげえでっけえやついるしよ。逃げ切りは許さんと。はい、出た、カニオの仲間。カニオデスキャンサーとかカッコつけてんじゃねえよ、名前で。結構早いな。燃え尽きた。カニオだから。なかなかやるな、あいつ。あのタートルなかなかやるな。なんか質問すると答えてくれんのかな？あいつやるな。早いし、すげえ経験値。いや、ここはまた、一つ一段階強くなってますよ、これ。早くお逃げと。はい。なるほど。幽霊がいっぱいいる。止めていってくれないのかな。そんなこと、止めるとかはない。あ、そう。まあ、止まりたくなったら戻れってことですよね、さすがに。そこは、いや、稲妻真ん中効かねえな。これは強いよ、かなり。
こういう時にテッシーの攻撃よ。いい目だね。うわ、全然あいつ効かねえタイプか。なるほどね。もうそしたらこれは逆に呪文使うなでやると、多分稲妻は呪文じゃないから使ってくれるんじゃないかなって。はい、ないないない、まあ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 、まあ、海底都市ですか、そうですかと。まあいろんなとこに一応行ける感じにはなってますね。グラコスはもともと島一つを沈めるほどの恐ろしい力を持った魔物です。ですが大陸一つを海に沈めるほどの力を得たのはつい最近のこと。グラコスよりはるかに強大な存在、魔王がその力をグラコスに授けたのです。そいつがラスボスだと。はいはいはい、おーでもないけど、まあでも核心に近づいて、え、ちょ待て待て、なんつった、神殿だけはダメだと。魔人がいると。井戸招きとはわけが違う魔人だと。広いですね。何ここ、小さなメダル祭りというか、上の扉の数すごいな。うい、竜の落とし子、あい、変なモキモキマルチアイ、うわすげえ、妖怪ヌーベイに出てきそうなやつ。ヌーベイの第1話あたりに出てきて速攻で殺されちゃうやつ。攻撃力はかなり高い。マルチアイってまあそのまんまですよ。マルチではない、やっぱマリベル、こうねなってくるとマリベルの、くマリベルの HP がねちょっと響いてくるかなっていう。いやー、稲妻でしょう。くっ、強い。眠りはまあまあまだいい。やばい。おお、はい、ナイス。 MP は削られたけど、まあ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 よろしい。ザオラルあるから。そうか、祈りの指輪ってそういうこともあんのか。ここじゃかなりきつい可能性あるね。だから祈りの指輪もらっちゃったからね。そういうことですか。いいだろう、グラコスの挑戦受けて立とうじゃないか。宝箱がある。よし、素通り。ネッシーみたいなやつ。ヘルダイバー。ヘルダイバーと誰よ。タップペンギー。ペンギンですか。ペンギーですか。稲妻あるから、こっちには。やばい。燃え盛る火炎がついに出てきた。強いぞ。うわ、 HP もあるね。先に、うわー、やばい。くっ、いや、そこは
こいつ、いやもうやるかやられるかよ。よし、いやこれは強い、これは強いぞ。ここなかなか楽しませてくれるじゃねえか。なんか今まで結構最強、稲妻最強とかさ思ってたけど、まあいいんだけど、もちろんいいんだけど、それだけじゃ間に合わなくなってきてる。やばいね、これはなかなかよ。あいつ HP 高えし、それこそ、そしたらもうメラミとかで一発で沈、一体一体沈めていくしかないよな。あいつは戦いたくねえな。やばいね、やばいやばい、ずっと言ってるけど、まあもうこんなやつもどうでもいいのよ、どうでもいいのよこいつは。結構強い。あ、ミミックか。人食い箱じゃねえのか。そうか。まあいいわ。テッシー攻撃強いね、やっぱりな。くっそ。くっそ。まあリベルは回復。あ、呪文使うな、だからか。まあ、いや、まあ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 、行こう。倒せ、倒せ。倒せ。これってザオラル覚えててよかったな、これ。いや苦しいぞここはね、えなかなか。いやいやいや、でもここやっぱりそれグラコスそれなりに強いか、強いんでしょうね。だから魔法使いどうなんだっていう話になってきちゃうよね。そうするとなかなか厳しいんじゃないっていう。生前建築家だったと。ほうほうほう。え、真ん中のバカな。バカなってなるわ。いや、なんかあるのかなってちょっとは思ったよ、そりゃ。ちょっとは思ったけど、まさか本当にあるとはっていうやつ。この空高くジャンプ、これがなかなかなんだよな。これムーンサルトでしょ、言うんだったら。いや経験値がすごい。ここまででちゃんとレベルを上げてなかった人はここで一気に取り返しなさいよって、そういうメッセージがちょっと伝わってくるね。真ん中の石碑だと、あ、やばい、これやばい、こいつやばい、やばい、あいつはマジやばい。くっ、あ、まあ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 、色が似てるからビビるんだわ。お前色が似てるから、お前は単なる雑魚だな。3、10分の1、燃え盛る火炎の10分の1を1人にしか与えられない。真ん中これ違うな。デスキャンサーメラミ行くだろ、多分。違う、行かない。いやーでも攻撃強いな、強いわ。弱え、やっぱあいつカニオだわ、あいつカニオだな、やっぱり。達人カモメ返し、なんだカモメ返しって、これおー、
宿屋か？宿屋ですか？ていうちょ、あいついいんじゃねえかよ。あいついいんじゃねえかよ。すーよし。あー、まあ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 。妖怪魚、やっぱ妖怪魚ここに出てくんだね。祝福していくか。ちょっとずつちょっとずつ。よし、ビンゴー、ビンゴー。よし、あ、カモ、イオーラ、イオーラもいいよね。ここ開かねえだろ、どうせ。開くんかい。はい、これ小さなメダルないと。もうずっと昔、突然の大地震の後、大水がこの地下に流れ込んできて俺は死んだ。だがあの時外では一体何が起こっていたのか。あれ以来ここに来た人間はお前たちが初めてだ。どうか答えてくれ。ひょっとしてこの都はとっくに滅びているんじゃないのか。そうですね、やっぱりそうだったのか。ありがとうよ、分かっちゃいたが認めるのが辛くてな。どういうことだ。どっちにしろどっちにしろお前は助からんぞと。こんなとこに入れ入ってて何しでかしたんだか。これはでも新しいとこ来ちゃったか。あ、そうでもねえのか。すごく怖いな。やっぱりもう一段階上がってるよね、強さが。これはちょっとガチでいきますわ。バギマーか、強い、普通に強い。まずいね、非常にまずいね。これはよーし、まあ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 、ダメージはね確実に与えられてるので。ほら、 HP もなかなか高いよこれ。割れないなかなか割れねえな。これボス戦はガボに祝福の杖持たせた方がいいな。いいのかな。で命令させろで行くと。ってなるよ。なりますよって。これはザラキとかは使ってこないのかな、ツボックは。怖いですけどね。これはもう戦うで一気に決めちゃいたいかな。あー、お、よし、小さなメダル1枚のためにツボックと戦うと。2体と、ういー、ういー、しびれマイマイ、なんとかマイマイ、メタルマックスに出てきそうな感じ。あ、とか稲妻効かねえのかこいつは。あー、効かねえタイプか、効かねえタイプか、効かない。あ、 HP は低いんか。 OK、 この町の神殿はもともと精霊様を祀るためのものだったんじゃ。しかしグラコスが自分のために神殿を改造してしまっての神聖な建物が台無しじゃわいと。ほう、あ、
壺あったね。壺だけ見ていきましょう。満月草もういらんのよね。オッケー、じゃあそうね、まだまだここの洞窟、探索洞窟じゃねえわな、神殿探索が続きそうなので、次回もぜひ続けてお楽しみください。動画の移動お願いします。